ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりましたミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとれいちゃんこと早川れいみと、きらここと南きらると、ぎりおこときさらぎりおと、チェリーこと相田さくら子の6人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。ということで、お餅とかを買いましたか？というわけで始まりました、ミルクセーキ大作戦です。最近ネタ切れくない？超ネタ切れかちょっとね、はい、はい、今日は2018年最後のラジオです。なかなかもうさ、今年もめっちゃあっという間に終わったね。さあ、いくつ寝るの、お年玉、はいはいはい、羽のことしか考えてない。そんなキーラちゃん肩骨玉というわけで、これは聞きの皆さん、去年も言われた、皆さんからのリクエストやメッセージ、お年玉などなどいっぱい買ってほしいです。メッセージはファックス 095-27-0840-27-0840、 メールアドレスはnij@771fm.co.jp、 nij@771fm.co.jp、 FM さはやのホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。第4週目の今日はタラララッタラ、質問コーナー。今日の質問は今年の忘れられない出来事です。ではまずひらちゃん、はい、お願いします。ひらちゃんもあれですね、やっぱり台湾遠征ですね。やっぱ初めてのね、ミルクセーキでの海外遠征ということでね。そう、タピオカも飲めたしね。そう、現地の人がさ、みんななんだ、日本語が割結構わからないのかなと思ってたけど、行ってみたら全然伝わる人多かったし、うん、なんかめっちゃ日本大好きみたいな感じだったから嬉しかったね。楽しかった、うん、楽しかった。もう一回行きたいな、ママ。行きたいな。行こう。やったー。世界制覇したいな、ママ。世界、うん、世界、全世界ワールドツアー行きたいな。その前にまず日本を制覇したい。そうや、私、あ、いいや、これ来年の覚えてて、ちょっと言いたいことがあるけど、来年よ、まあいいや。はい、はい、はい、次は、次は、私は、あの、はい、初めての生誕。おぉ、そうそうそう。なんか、20年間生きてて、20年間生きてて、あんな盛大に祝われたのは初めてなんで、初めてっていうことです。だからなんか、すごい感動的なね、おぉって思いました。あれやんな、確か5周年と同じ。そう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 です。そうです。なこともあり、ね、すごい。大変な感じになってたもんね。あのね、ラスボス感強めのドレスと。そう、もうなんかもう黒魔術師みたいな。魔術師、黒魔術師、うるさいな。もう一回やってみ。黒魔術師。おお。もう一回やってみ。パピマシさん主催の。さ、じゃあパピマシさん主催の黒魔術師って3回言って。パピマシさん主催の黒魔術師。はい、終了。これ早口言葉良くない？この早口言葉。パピマシさん主催の。はい、次次。はい、じゃあ、なんだろう。ひよちゃん。もちろん、あの、アイドルとして、私はミルクセーキとしてデビューしたことがね、そうすごい大きいことなんですけど、あの、何よりも水道管を自分で爆発したことが。それは。
もう、ね、もう忘れない。あれは家中が水浸しになった。自分で爆発させて、はい、自分で直したといういやもう伝説ですね。あれは一人暮らししてたらそういうことも起きるんだなと、ね、身に染みて感じましたね。いや私は十何年一人暮らししてたけどそんなこと起こったことない。いやもう説明書が嘘だったんで、あれは説明書が悪いです。私は何も悪くない。リオが悪い。知らんかな。でも当てたくない？分かんない。違うかな。まあ当てたことにする。あゆは、うん、なんか今年通してなんかいろんな面白い方たちと共演できたのが忘れられない出来事ですね。まゆみら千秋さんとか、あミルコさんとか、安心安全サイコパスとか、一途な体験サイコパスとか、そうね、そうそうそう、なんか今年面白いのがいっぱいあった。うん、私結構最近って最近やけど、うん、ほら。ラクトのさ、はい、イベント、焼き鳥店イベント出たじゃん。あれめっちゃ面白かったよね。てか、うん、あの距離で、うん、ねえ、手羽仙さんね、見れるなんて。かけん、手羽仙さんのファンの人たちも絶対嬉しかったと、うん、遠征してきた人たちも、なんか、まね、すごい狭いとこだったし、うん、なんだよ、こんなとこからって絶対思わなかったと思う、うん、我々で。うん、すごい楽しかった。みんなめっちゃ笑顔だった。本当に、うん、楽しそうだったので。うん、そこで私はお姫様を見つけてしまい、携帯の中にケーキは入っております。すごかった。愛しのにじますさんのパルちゃんと一緒に入っております。ちょっとチェキ2枚とバスカード1枚で見おらんやった、ね、はい、そう、なんかね、まあやのとあゆはずっと出ません の, その推しがいるよ、出ませんに。あゆはいなかったんですよ。曲だけがめっちゃ好きでみたいな、ノンマンの影響で。そうそうそう、それはにじまさんの何だっけ、夢の続きとか。そうそうそう、そう でもなんかチェキをすごいもう撮りたいっていうぐらい好きな人が現れて、あやの撮りたいっつって、うん、でもあゆはあやのは行くって言って、でもあゆはやっていなんて言うことか、もう無理って言ってしたら、とあるファンの方からもうチェキ券をいただいて行けって言ってくれて、でも生きらでも泣きながら生きたすごかった本当に。そうマジで大号泣だった。だってライブを見てる時点で隣でポロポロ涙を出してるんですよ。いや素晴らしい。あの方は本当に私のアイドル。心の支え。結局いいの、本当に行かなくていいのねって私が言ったら行きますって言って、でもなんかね、こっちからも見てて、その交流してるのを見てたの、あの腰は引けてるわ、泣いてるわ、もうなんかやばおた。その時に絶対ご迷惑をかけたから、うん、もうこれからあのツイッターをフォローしてもらったから、うん、タイムラインを荒らさないようにっていうのを今心がけてツイッターをしてる。あ、じゃあもうこれ以上迷惑かけないように、あの汚れた表現とかはまししないってことだ。我慢してるの。そうで、なんか次の日にプロフがめっちゃ綺麗になった。そうヘッダーも変えたもん、ちょっとそう、あのひどいヘッダーだったのを変えて、なんか推しの力ってすごいなって。そうよ、人格変えるからね、マジ推しって偉大やね。なんかもうヤバオタやったよね。痛かった。私がもしそのアイドルやったら嫌。あゆも嫌。多分あのあゆだったら、あの人マジヤバくなかったって終わった後に言ってる。でも絶対言ってるね、うん、それぐらいで。でも話題にしていただけることが幸せ。ヤバオト誕生です。ナンバーは私は、はい、でもミルクセーキ君でなんか選べない。だって今年レイミとねえリオ濃ゆい人たちが入ってきて、それもありシズリンピックもあり台湾もあり沖縄もあり、あとあの私舞台も、ああもう濃ゆかった。もうとにかく濃ゆい、とにかく濃ゆい。私綾乃も、私よく泣くけど、でも綾乃の演技で泣いた自分が悔しかった。いや本当ですよね。あの広瀬君のまみれまみれ、もう号泣しましたよ、うん、私、うん、なんかだって稽古の時もなんか見てて、なんかおおってなったもん。そうね、あゆちゃんが広瀬さんにキレとったな。そう、なんで、なんか泣かすなって。あーいた、役にムカついた。脚本に怒ってたの。ノンマが泣いてるからノンマ泣かしたかった。
とてもよろしかったね。そう、あれ、ね、あれはもうハンカチなしでは、うんうん、ちょっとタオルいるもんな、うん、ミニタオルちょっとやばい、うん、ハンドタオルじゃない、バス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 、うん、バスまではいらんそれは言い過ぎやじゃあバスタオルまでいるぐらいの感動させられる演技を今度できるように頑張りますね。そうね、今年は本当にいろいろありましたね。ツアーも行ったしな、初めて。そうよ、ミルクセーキ6年やってきて初だよ。ツアーしちゃった。そう、しちゃ、本当しちゃったよね。いやでもお客さん来てくれるんかなと思うよって。本当にでも、ね、なんかここもね全部いっぱいで来てくれて。もう私赤字のオンパレードやろうと思っとったよマジでもうひもじくなって、そう、もう横田さんと二人でこれはもう頑張ろうなっつってもうなんかシュンってなりながら、うん、でもまあ楽しもうなって言いながら行ったんだけど、うん、と開けてみたら本当にいっぱいお客さん来てくださって、共演の皆さんもすごい豪華だったじゃん、うん、みんなねすごい仲いいとこがすごいいろんなとこから来てくれて楽しかったな、うん、じゃあ来年はハイリスク再びで、あ、いや、すみません、ノーリスクでお願いします。ノーリスクで。もうちょっとね、ハイリスクのハイな部分はちょっとドキドキするんで。ローリスクぐらい。ローリスク。もうできればノーリスクで。じゃあノーリスクで。まるっと、まるっといける感じがいいですね。でも、うん、あの、ちゃんぽんステージ覚えと、あの、なんかさ、コロッセオみたいなさ、うん、感じのさ、うんうん、半円のステージがあってさ、なんかダンダンダンってなってる。そうそうそう。あの、デジマで死んだところ。そう、走り回って三連ちゃんデジマが、うん、そうであそこで来年野外イベントやりたい、したーやりたくない、するそれだったら、それだったらノーリスクでいけるよ、いける、本当です、うん、だからそれで徐々に一個一個会場を増やしていって数年後にはもうね、大丈夫さん1年目ノーリスク、2年目ローリスク、3年目やっぱりハイリスクそしたらまたノーリスクから戻るクリアできれば1個ずつ戻っていくの、インパ進んで2歩下がるみたいなどう、うん、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、でも野外イベントとかいっぱいしたいね、したい、野外大好き、フェスフェス楽しいもんね、うん、そう、なんか開放的な感じで、うん、楽しい、はい、ということでそろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので気軽にどんどん送ってください、待ってます。私愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。2019年最初のミルクセーキのライブは1月3日木曜日、北九州市あるあるシティにてあるあるアイドル金河新年ライブ1日目に出演します。ミルクセーキのライブは3日からスタートします。来年もたくさんミルキーに会いに来てください。今年も1年みんなラジオ聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。今年1年いろんなことがありましたが、はい、無事にみんなでね、はい、元気に、じゃあ一人ちょっと元気じゃない、ね、はい、あ、いやわそう、あんた今年一番大変やったことそれやそうや、いや別にそんなネガティブなこと言えないっすよ、そんなもう、あ、ポジティブセンキューそう、こんな大怪我をしてもポジティブなレイミちゃんを筆頭に、はい、ね、ミルクセーキ楽しくやってまいりましたが、今年も1年皆さん、はい、ありがとうございます、ございました。せーの、ありがとうございました。はい、というわけで、はい、締めていただきましょうかね。あー、もうこんな時間、今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それでは私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ、また来年、やったしよでも、やってれば
玉